地理院地図 Google ググマップ小川関の置小川は群馬県神羅郡神羅町富岡市を流れる利根川水系の一級河川カラス川支流かぶら川の第三次支流である流域に構築された小川関と用水路の水は小川関として名水百選のほか、疎水百選土木学会選奨土木遺産にも選定されている稲含む山に源を発し南東に V 字国を形成し、小川関から丘陵に沿い蛇行する。平野部でも緩やかに蛇行を繰り返し、神楽川に交流する。河川の水は小川関で止水される一部は、灌溉や生活の用水として流れている。上流の大技秋、二十歳先には小川ダムが1992年に着工していたが、工事停止状態である。小畑地区の北に構築された小川関は、 一級河川、小川より取水し、小畑地区の南3キロメートル北の大橋渦谷、高さ約7メートルの園堤であり、小川の漂流水を取水している。改作の時代は不詳であるが、半生時代以前に、小川関が存在していたと遂行されている。現存する用水は1865年、7ヶ月と250人の労力で作られ、長さ6メートル。 1> 幅1メートルの1枚岩を3枚組み合わせた、吹き上げの石取により水を漏れなく、軽上をくれるようになった。1615年、織田信長の次男、織田信夫に大和国宇な郡3万国と上野国小畑2万国が与えられ、翌年に信夫の子、織田信義が福島に入り、織田氏による小畑反省が開始された。1642年に小畑陣屋が完成し、 三箇所に取水口を設け、陣屋内の生活用水や庭園に引き込まれ、利用されてきた。この移転工事に際し、小川関も改修され、現在見られる姿になったと考えられている。神田町市1979年、神田町編山小幡地区の南方より取水し、武家屋敷の東側を北流しながら、途中で、外馬上園で二手に分水され、 横丁を迂回して再び大手門前で合流し、町屋地区を管流して、下流の水田地帯の灌漑を担っている。また、落山園の池の水源となっている。特に疎水沿いの桜並木は、江戸時代初期より現在まで受け継がれ、石積みの疎水は、名水百選や疎水百選に選定されている。2014年、その歴史的背景が評価され、国際灌漑排水委員会による、 灌漑施設遺産に登録された。小川関名水百選、環境省、小川関素水百選、小川関土木学会全省土木遺産、小川ダム、ダム便ン,ラン富岡土木事務所々管理河線群馬県、小川関管羅町。ありがとうございます。